はい、こんにちは。サルウィンです。行きましょい。ロマリバーというわけで、ロマンスイングサガリユニバースの実況をしていきたいと思います。今日はガチャです。ウルトラデラックスガチャやりますか。3回ね。プルニエール、ジニーちゃん、グスタフというわけでね。はい。この3人。特にプルニエールちゃんとグスタフは新規かな、多分。わかんない。もしかしたらいたらごめん。うん。聞きますか。行くぜ。3回飛行3回。ワーレンシュタイン、アニーちゃん。ウンディーネ来たー。あれこれなんか見覚え、あ、違う、これプルミエール、あ、どっちだ、プルミエールか、これは来たー。アザッサッサッス、アザッサッス、エンリケ、ジャーミール、ローラ、ノーラ、ローラノーラね、ヨハン、よくあるやつね、あるのかな、ディアナ、イエス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 。まずは、いやー、ぶっちゃけ一番欲しかったミレンナリー。おー、7使うのか。でも2回攻撃か。ランダムにね。はいはい。で、メガホークね。はい。あ、メガホーク全体か。そうだね。いいね、メガホーク。で、スカイドライブか。あー、まあまあまあ。結構ね、BP 下げられますから、9まで下げたりしてるしね。これも9まで下がるね。で、アビリティが闘志満々。腕力上昇するやつ。で、攻撃受けたら、ヒダメージを 100% カットする。へー、健常鉄壁。ディフレクトとはちょっと違うのかな。これは術とかもどっちもいけるのかな。いいじゃないですか。いいですね。シエロ、シエロ、うん。ビョルグ、アザミ、ミカエル、セフィラス、シフ、ビクトール君、アイシャちゃん。まあ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 。アガータ、うん、じゃない、うんじねじゃない。ヴァンパイアレディ、ロービン、マライア、ボルカンのレッド、ローラ、ヨハン、アウォード、アルベルツ。まあまあ、プルミエール引けただけでも良しとすべきか否かですね。一応見てみますか。グスタフが、二刀の構え。ああ、BP がプラスあるやつね。デュアルカットイン。ほうほうほう。腕力が上がる。効果大だって。いいね。で、ダブルクラッシュか。これは、あれだね。禁止が使ったやつですよね。うん。で、バトルチャージ2ね。BP プラス2されるやつ。で、腹痛がヒット目と0になるときに、ヒット目の、最大ヒット目の 50% で踏みとどまるっていう。上限回数1回。これ、だから1回しか発生しないってことだね。多分そのバトル中ね。テンションアップ法。悪くはないですよね。で、プルミエル見ました。ジニーちゃんが、逆水平打ち。6消費の B。で、骨砕きか。はいはい。腕力低下させるやつ。で、山割りランダ。はいはい。16か。押すと思いけど、3から5回ランダムで殴れるやつ。で、アビリティが、一目の学生で消し攻撃3。能力妨害4。ランダムな敵っていうのは腕力が低下。しかも4。効果特大だって。うわ、強そう。あ、デバフパーティーとしてはパーティー。骨砕きもあるからね。一応前のジニーちゃんもね、一応ね、腕力低下とかするのはあったんだけど。デバフパーティーに欲しい一人かもしれないな。なるほど。で、あとは無料引いて、ブロールカーン。こんなもんかな。あ、螺旋回廊。ゲンさん。お、来たー。これは、ミカルなんでね。やがった、ゲンさん、すごいね、ゲンさん、よろしく。レオン、ブラック。スレアリスね、ロービン、ビクトール君、オライオン。まあ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 、最近このミカルよく来てね。こんなもんかな。はい、というわけで、よかったら皆さんもね、ガチャ引いてみてはいかがでしょうかというかね。いや、結構ジニーちゃん欲しかったな。でもまあ、プルミエール引けたのでかいっすよね。はい。あ、限定、グスタフが UDX 限定か。そっか、そう、なんか、この限定、どこが限定なのか私はあんまり把握してないからね。そう、プラチナ入りするメンバーは最悪その時引けなくてもいいんだけど、だから、できればあれですよね。限定のとこ先に引いときたいっていうのはあるよね。たまにのはちょこちょこ復刻はされてますけど。でもやっぱりですね、あとプラチナガチャに追加されると言っても、確率がどんどん下がるからね。もうどんどんめちゃめちゃ増えていくわけだからね。
キャラクターがもうどんどん増えてたら、増えれば増えるほど、やっぱピックアップされないと引くのは難しくなってくると思うんで、できればだからピックアップのタイミングとか、まあ、あとは復刻のタイミングですよね。まあ、ちょこちょこね、ピックアップされてますからね、キャラクターは。まあ、さらないキャラクターもいそうですけど。まあ、ここだと多分本当はグスタフ引いた方が多分いいのかなっていうところはありますけど。まあまあまあ、私はとりあえずね、はい。まあ一応私はもうね、やっぱり三中心とか四文字族多分これから来ると思うんで、そこに、そのために力を蓄えていきたいかなと思います。で、あとね、そう、ギルメンが増えてました。あとでちょっとご挨拶させていただきます。ありがとうございます。はい。まあ一応ね、これどうしようかな。あんまり見せない方がいいのかな。私あんまりなんとも言えない。まあでも配信とかやるときに結局なんか出しそうだけどね。でもみんなのそんな個人情報出ないよね。そこだけちょっと見ていい？大丈夫だよね。やばかったら隠すわ。今ね、3名の方がついね、入ってくださって、今4名で、編成されております。はい。これさ、ギルド戦闘力ってどういう風になるんだろうね。ちなみにこれね、ランキングが見れてまして、私はまだ圏外ですね。はい。いやー。面白いですね。まあ今後ね、そのなんかギルド対抗戦みたいのもあるのかもわかんないですけどね。はい。まあとりあえずは多分、まったりと交流の場っていう感じになると思うんですけど。はい。というわけで、まだ一応ね、あと11名の方はまだ入れますので、もしよければ、加入してやってください。まあそんなに交流とか、そんな頻繁にはやんないかもしれないですけどね。まあそれでもかな。一応ね、なんかできたらやっていきたいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではでは、さようなら。